どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今どこにいるかというと皆さんもご存知だと思うんですけど、ベトナムホーチミンにいます。ということで、今日はですね、ちょっとお知らせです。ほんとたった今もね、このね、Gラボのウクレレを生み出している、Gラボ、工房、インベトナム工房でモジャ君とですね、熱く語ってきたもう直後なんですけど、この工場の模様は明日公開予定なんで、ちょっとお楽しみにしておいてもらいたいんですけど、そんなこのタイミングでですね、なんと、はい、明日、お昼ちょうどから、つまり2月18日、今ね、日にちがややこしくて、2023年2月18日のお昼ちょうどから、ガズのウクレレたち、販売と予約再開のお知らせです。イェイ。はい。まさかのこのタイミングですけど、今月はですね、28日までしかないですからね。はい。ぜひ皆さん、いつもガズが使っているこのガズの G ラボウクレレたち、チェックしておいてください。いつものラインナップです。初めてウクレレとか、わがまま、これわがままウクレレ、薄ウレレだとか、ガズモデル、ヴィンテージモデル、ブラックビューティーモデル、すべてのラインナップで、予約のものも出てきちゃいますね。今回はですね、ガズモデルは即発送できるものもちょっとあるそうですけど、ブラックビューティーモデルなどは、ちょっと、注文ということになると思うんですけど、詳しくはですね、いつもの、この概要欄に貼る販売ページのところに、今どういうものが即納ですぐ渡せるかとか、ちょっとお待ちいただくかみたいなリストが公開されますんで、概要欄にあるその、販売ページ、Gラボのページをちょっとご確認ください。もうマジでこのね、Gラボのウクレレは昨日工場に行ってもう痛感しましたけど、本当にすごいですよ。本当にね、人が一本一本ね、心を込めて作ってるわけですよ。愛情を込めて。あれはね、もうなかなかね、見ててね、感動すらする。ベトナムのね、もう腕利きたちがですね、もう腕をもう、なんていうのかな、もうな、腕を鳴らして、なんかよくわかんないけど、すごいテンションで、もう前のめりでね、もう制作して、もうそれをね、モジャ君がもうね、ほんといい感じでこうまとめて、最高のレベルのウクレレを作ってる、その、もう安心のウクレレです。最強で最高のウクレレ、ガズのウクレレたち。ぜひとも皆さん、チェックよろしくお願いします。ラインナップの紹介はもちろん、概要欄に貼っとくんで、そちらの方でご確認ください。さっきも言いましたけど、この今日、収録した、モジャ君との対談なり、Gラボウクレレの動画はなんとか明日アップロードできると思うんですよね。それもちょっと合わせてご覧いただいてですね、ぜひガズのウクレレたち、ぜひとゲットしてくださいね。よろしくお願いします。まあちょっとまだ今日ベトナムに来て2日目なんですけどね、もう今回のベトナムはですね、かなり内容濃い、いい状況で、皆さんにいろいろ面白いご報告もその動画の中でもご報告できると思いますので、面白いね、ウクレレもいっぱい今ね、試作品も上がってきます、来てます。ぜひよろしくお願いします。さあ、もう一回確認。2023年の2月18日お昼ちょうどから、ガズのウクレレたち販売予約再開ですよ。皆さんチェックよろしくお願いします。ベトナムからお届けしました。バイバイ。